JR 大阪駅の待ち合わせ場所で有名な時の広場にね、今いるんですけど、今回は通勤特急琵琶湖エクスプレスに乗ってきたということでやっていこうかなと思ってます。通勤特急琵琶湖エクスプレスは平日限定で大阪から草津米原間をアクセスする、大阪と滋賀をアクセスする通勤特急ということで、今回乗るやつが通勤特急琵琶湖エクスプレス2号っていうことでね、これが結構特殊なんですけど、通勤特急琵琶湖エクスプレスは特急サンダーバードとかで使用される 6% 系が主に、ね、使われてるんですけど、今回乗る2号は特急浜風とかで使われてるキハ189系気動車がね使われてるってことで、なんでねこれが使われてるかっていう話なんですけれども、特急浜風大阪行きとしてこの大阪駅に入線してくるんですけど、その後この列車向こう町の方の車庫に帰らないといけないんですよね。吹田総合車両所京都支所なんですけれども、そこまで行くの京都なんですよね、その車庫があるのが。で結構離れてるっていうことなんで、そこまで行くんやったら、この大阪駅からねお客さんを拾ってそのまま運んでいこうかみたいな、いわゆる前運用として、爆誕した特急列車ということでね、なかなか面白いということで、今回はそれに乗っていきたいと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。特急浜風大阪駅として大阪駅に到着したところなんですけど、これが次ね通勤特急琵琶湖エクスプレスで幕が変わると思うんですけど、今車内清掃やってるんで入れないんですけど、いやまさかの6両編成で入線ってことで3両編成やと思ったんですけどね。おお、いいっすねこれ。後方幕が通勤特急琵琶湖エクスプレスに変わりました。で今回乗っていくやつが通勤特急琵琶湖エクスプレス草津行きっていうことで、通勤特急琵琶湖エクスプレス基本的には大阪米原間が1往復で、この草津行きが 0.5 往復しかないんですよね。20時36分発通勤特急琵琶湖エクスペース2号草津行き、車両が JR 西日本のキハ189系気動車ということでね、お前特急浜風とかで使われる車両なんですけれども、今回はね通勤特急琵琶湖エクスペース2号として運行されるということで、はい、早速乗っていきたいと思います。座席の方をね見ていきたいと思うんですけれども、まずこれ背面テーブル、はい、でフックがついて、ここはねポケットもあります。でこっちにも小さいテーブルがついてます。一応カーテンです。
明日した次京都まで止まらないですよね。これねほんまに面白いのが東海道本線ですよ。点火されてる区間をもう機動車の特急列車で爆走していくっていう、いやこれは面白いですよね。暗くて見えにくいんですけど、ここが向こう町の車両、吹田総合車両所の京都支所ですね。まあ、この列車ここにね、ほんま帰らないといけないんですけれども、まあ結構大阪駅から離れてるっていうことなんで、まあ、周り運用としてね走ってる感じで、まあ、結局またここに戻ってこないといけないですよね。京都駅に、ね、着きました。てか0番乗り場に入線するんやね。これ基本特急浜風だと大阪止まりなんで、この京都駅にこのキハ189系機動車がいるっていうのが面白いですね。
ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物はございませんでしょうか。今一度座席の周り、棚の上などお確かめください。今日は通勤特急ミャクエクスプレス号をご利用いただきありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちしております。この列車は2つ駅到着後、回送列車として車庫へ入ります。引き続きのご乗車ができませんので、皆様お待ちください。じゃあ終点の草津に到着しました。いや、じゃあ今回ね、通勤特急琵琶湖エクスプレス2号乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。いや、そうですね、まあ、停車駅は新快速とそんなに変わらないんですけれども、まあ帰宅ラッシュの時間帯ということなんでね、まあ、その混雑を回避するっていう意味ではね、かなり、まあ、意味のある列車かなと思いました。乗車率も空気輸送かなと思ったんですけど、そこそこまあ乗ってましたね。需要あるかなと思いました。でまあ、今回ね、何よりまあキハ189系機動車ということでね、特急浜風で使われる車両が、まあ、この東海道本線ですよ。もうバリバリ電化されている区間をね、機動車特急が爆走していくということで、いや爽快な橋でね、めちゃくちゃ面白かったです。皆さんも機会があればぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。